懲戒免職処分となったのは別府警察署地域課の巡査伊藤幸太被告24歳です。警察などによりますと、伊藤被告は今年1月、女性が亡くなっていたアパートを検視で訪れた際、鍵を盗み、後日部屋からキャッシュカードなどを盗みました。そして現金200万円を引き出したとして起訴されています。この事件を受け、県警は昨日、伊藤被告を懲戒免職処分、当時の署長と副署長、地域課長を本部長注意としました。報道陣は記者会見の開催を求めましたが、県警はこれを拒否しました。今日取らせなかった理由としては、なぜ謝罪会見がないんですか。会見に応じなかった理由について、県警は本部長がすでに県議会で謝罪をしているなどとしています。